したのに遅れてきたのは気取ってみたから、行く先聞かずに黙っていたのは分かっていたから、二つのベッドの間にあったラジオのついたナイトテーブル、ラジオのついたナイトテーブル、甘くささやきが聞こえてきたのは誘っていたから、唇重ねて見つめていたのは喋ってないから、私も一人で眠ってしまった。